お元気ですか、ペルシアンと申します。今回は、BBM の、ね、B リーグファーストブレイクの、ね、開封動画をしたいと思います。で、初めてね、今度はバスケットボール選手でございます。こちらはですね、ワンボックス15パック入りでございまして、こちらも、前編と後編に分けて、やりたいと思います。ですので、前編は8パックで、後編は、7パックでやりたいと思います。ラインナップはこちらのようになっております。はい、やっぱりね、こちらの方もね、やっぱりね、メインはね、直筆サインカードね、目指してね、当てたいなと思っております。それではいきます。それではね、いきたいと思います。ちなみにね、バスケットボールはね、あまりね、詳しくないのでご了承ください。それではいきます。こちらですね、京都ハンナリーズ、背番号21、三田丈太郎選手でございます。で、こちらが佐賀バルーナーズの背番号3、渋田レオン選手でございます。ちょっとね、ストーブの音がね、ちょっとエラー起こしました。大変申し訳ございません。失礼しました。それではね、続けてまいりたいと思います。我がレバンガ北海道、背番号24、ニック・メイヨ選手でございます。で、千葉ジェッツ、背番号2、富樫勇樹選手でございます。で、こちらがですね、宇都宮ブレークス、背番号4、リフ・ギブス選手でございます。以上でございます。なおですね、1袋に限り1パック、5枚入っておりますね。それでは2袋目焼いたいと思います。はい、いきます。名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、背番号24、ジャスティン・バーレル選手でございます。で、ライジングセネファー福岡、背番号44、丹野愛希選手でございます。で、こちらがですね、ショートッパーっていうのかな、ちょっと名前はちょっと英語わからないんで、ちょっとご了承ください。で、背番号7、宇都宮ブレークス、テーブス海選手でございます。はい、いきます。シーホーク三河、背番号3、柏木慎介選手でございます。で、こちらがですね、琉球ゴールデンキングス、背番号14、岸本隆一選手でございます。以上でございます。続いてね、3袋目開けたいと思います。こちらはね、京都ハンナリーズ、背番号29、細川和樹選手でございます。広島ドラゴンフライズ、背番号8、グレゴリーエチェニケ選手でございます。で、こちらがですね、横浜 B コルセアーズ、背番号10、秋チェンバーズ選手でございます。琉球ゴールデンキングス、背番号88、牧隼人選手でございます。秋田ノーザンハピネッツ、背番号16、伊藤隆選手でございます。で、以上でございます。続いて4袋目開けたいと思います。いきます。背番号32、富山グラウシーズ、ジュリアン・マブンガ選手でございます。信州ブレイブウォリアーズ、背番号24、ジョシュ・ホープキンソン選手でございます。
でストックプレイヤー背番号1ですね、村上俊斗選手でございます。滋賀レイクスターズ、はい、これ背番号22千葉ジェッツ、クリス・セバスチャン・サイズ選手でございます。背番号22ですね。大阪エメッサ背番号2伊藤達也選手でございます。続いて、ね、以上です。続いてね5袋目開けたいと思います。背番号12信州ウェーブウォーリアーズ栗原ルイス選手でございます。背番号0京都ハンナリーズ寺島亮選手でございます。我が出番が北海道ですね。背番号0橋本龍馬選手でございます。で背番号88琉球ゴールデンキングス牧隼人選手でございます。大阪エベッサ背番号55ジョシュハレルソン選手でございます。以上でございます。続いてね、6袋目開けたいと思います。背番号77富山グラウシーズ岡田優太選手でございます。背番号2広島ドラゴンフライズ浅山翔吾選手でございます。でストッププレイヤーとか背番号10、横浜 B コルセアーズ秋チェンバーズ選手でございます。背番号9、サンロッカー渋谷ベンドラベレオ選手でございます。ちょっとすいません、ちょっと噛んでしまいました。宇都宮ブレックス背番号18イカルガ誠二選手でございます。はい、以上でございます。続いて7袋目開けたいと思います。背番号14香川ファイブアローズ高平寛治選手でございます。背番号9富山グラウシーズ水戸武史選手でございます。はい、こちらがですね直筆サインカードでございますね。こちらはですね背番号1、高生関野選手で、サンロッカー渋谷所属でございますね。こちらございます。ちょっとね直筆サインカードちょっと変わってございますね。でこちらがですね115分の59となっております。いきます。宇都宮ブレイクス背番号7デーブス海選手でございます。背番号30琉球ゴールデンキングス今村啓太選手でございます。以上でございます。続いてねラスト8袋やりたいと思います。これが群馬クレインサンダーズ背番号3マイケルパーカー選手でございます。広島ドラゴンフライズ背番号21田和谷亮選手でございます。でストッププレイヤーが背番号55信州ブレイブウォリアーズアンソニー・マクレヘンリー選手でございます。はい、こちらでございます。新潟アルビジェックス BB 五十嵐圭選手でございます。でラストはアルバルク東京の背番号10ザック・バランスキー選手でございます。以上で、BBM、B リーグファーストブレイクの前半の開封動画終わらせていただきたいと思います。やっぱりねこちらのね直筆サインカードでございます。ちょっとねプロ野球の選手とはねまた当時違ったね
直筆サインカードでございます、ね、この調子でね、後半の方もね、後半じゃない、後編の方もね、やりたいなと、続けてね、直筆サインカードを目指して頑張りたいとな、頑張りたいと思います。以上でございます。後編もぜひお楽しみくださいませ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ベルシアンでした。